江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、サッカーの話題でございます。サッカーの日本 VS 北朝鮮戦、こちらね、今話題になっておりますね。こちらに対してですね、恥ずかしいと、北の暴挙に同族警告の反応がこちらということで、警告もね、こちらの記事実はですね、ニュースのプラットフォームでは1位になっております。スポーツ部門で1位の記事がこの日本と北朝鮮戦になっております、今この時間帯で。はい、それではですね、記事とあとですね、北朝鮮の監督の話も出てるんで、これがまたね、ちょっとイラッとくるんですけれども、見ていきたいと思います。じゃあちょっと長めです、くーちゃんお願いします。本当に荒唐無稽な場面が出た。北朝鮮選手が日本のスタッフを殴ろうと脅かし、この場面を目の前で見た審判が急いで止め警告を与えた。アジア大会男子サッカー代表チームは1日以下警告時間午後8時30分、新国広州の小山スポーツセンタースタジアムで行われた2022広州アジア大会男子サッカーベスト8北朝鮮との試合で2の1で勝利し、ベスト4入りに成功した。結局、日本がベスト4に進出した。日本は驚くべきことにイランに勝った香港と4日準決勝を行う。この日の試合では、当惑しながらあってはならない場面が出た。北朝鮮が0の1でリードされていた後半27分、北朝鮮のキン・ユソンが試合がしばらく中断されて入ってきた日本のスタッフを殴ろうと人の目の前で拳を上げて威嚇したのだ。医療スタッフは驚いて顔を避けた。まさにこの場面を目の前で見た主審は急いで駆けつけてきてキン・ユソンを制止しイエローカードを渡した。キン・ユソンはなぜ自分にイエローカードを渡すのかというように平然とした態度を見せた。いくら試合状況が良くなく、どんなことなのかはわからないが、自分がもし悔しい目にあっても暴力を行使しようとするのは未開のことだ。キン・ユソンの日本スタッフ陣に向かって拳を突き出した行為は容認できない荒唐無稽なことだ。さらに今回日本が2の1でリードしている状況で審判の試合終了ホイッスルが鳴ると、北朝鮮選手たちは審判に駆けつけ強く抗議した。一部の選手は審判を体と腕で押しながら威嚇的な動作をしたりもした。これに先立って日本の決勝ゴールにつながった審判の PK 判定に不満を示したのだ。1対1で両チームが対抗していた後半35分頃、日本のチャンスに北朝鮮ゴールキーパーが体を投げて阻止したが、衝突が発生し審判は守備過程で北朝鮮の反則があったとみてペナルティーキックを宣言した。すると北朝鮮選手たちは数分間激しく抗議した。しかし受け入れられず、結局日本のゴールにつながった。このゴールで敗れた北朝鮮が試合終了後も怒りが収まらないか激しく抗議したのだ。審判を押し付ける選手たちの雰囲気が尋常でないため、北朝鮮のコーチたちが乗り出して選手たちを引き止めたりもした。サッカーの試合で選手たちが判定に対する不満で審判に抗議する姿は珍しくないが、この日の姿は審判と揉み合うほどで一線を越えたように見えた。試合を見守っていた第三国の取材陣も行き過ぎだと眉を潜めた。試合後の記者会見では、シン・ヨンナム北朝鮮監督に審判に対抗する抗議状況についての質問が殺到した。新監督は今日の試合で選手たちに3人が少し興奮して誤った審判の宣言に興奮してそのような場面があったと判定に不満を示し選手たちをかばった。彼は選手たちの抗議状況が望ましいと思うかという記者たちの繰り返しの質問に、今日の誤った宣言に選手たちが少し興奮したのは事実とし、主審たちが公正でなければサッカーに対する侮辱だと思うと強調した。新監督は敗因に対しては今日の試合が組織的にうまくいかなかった場合が多かったと振り返った。一方、この日の競技場は新国ではなく北朝鮮と日本が対戦する試合だったにもかかわらず、北朝鮮のホームグラウンドを彷彿とさせた。試合前から競技場2階の観客席側面1区域を埋め尽くした白い帽子と T シャツを合わせてきた200人規模の北朝鮮女性応援団が朝鮮上手、朝鮮勝てなどのスローガンを叫んだ。向かい側の観客席にも白い帽子に赤い T シャツを着た約30人の応援団が大型人形旗を掲げて応援を繰り広げた。
C 国ファンの決命北朝鮮に対する格別な感情を示すかのようにスタジアムを埋め尽くした観客は、北朝鮮が攻撃を繰り広げる時には頑張れと叫び、日本のフリーキックなどチャンスでは揶揄した。現場を取材していた日本の取材陣もアウェー遠征試合のようだと苦笑いするほどだった。はい、というね、ことでした。まあこういうふうにですね、警告は伝えておりますと。はい、それではですね、問題のシーン2つほどご紹介していきたいと思います。まずはあのスタッフが水を取られたシーンですね。こちらでございます。じゃあちょっと音を消して、はい、こちらですね、ちょっと大きくしましょうかね。はい、こちらですね。じゃあ行きましょう。音出るかな、出ないか。あー、ぶん殴られました。ぶん殴られたらいいね。グーだ。なんなんだこいつ。もう一回行こうか。これでほら、今瞬間これこれで審判がそれを見ててピーッと笛吹いたってことですね。はい、何を考えてるんでしょうかね。じゃあ次行きたいと思います。次はですね、最後揉めたところですね。こちらです。おお、目ひんむいてる、寝てるね。戻ってこいって感じですか。日本のは、こんな感じでしたね。それではですね、こちらに対して、同族のね、韓国さんの反応、こちらの方を見ていきたいと思います。はい、それではね、どう思ってるんですかね。こちら、 C 国も北朝鮮も85-3、共産党は一様に暇な81-1。お断りなんですけれども、こちらの K 国の韓国の反応は、こうスポーツの話題でも政治の話題出しますんで、普通に北朝鮮は何か自覚していないようだね、82-2。ムンジェインは慶中戦を見た後に朝戦を見たね、かっこ笑い、64-19。想像以上わらわら、同じ民族だというな、恥ずかしい、48-0。同じ民族だというな、ゴミ民族人民共和国、あなたたちは私たちのようなコリアじゃない、39-1。同じ民族と言うには恥ずかしい、これで統一、かっこ笑い、あんなものと統一なんて絶対したくない、33-3。同じコリアを使うのがとても心痛い、あれは国ではなく暴力団だよ、29-1。はい、あ、ちょっとね、YouTube のちょっと禁止ワードで民族って禁止、あんまり言っちゃうと引っかかっちゃうんで、わざとごまかしてます。教育水準が落ちた時に現れる現象、民主党は審判が親日派だと非難するようだ、27-17。 C 国、北朝鮮、全て役に立たないファンの塊、27-2。本当に恥ずかしい、北朝鮮同胞が問題ですよ、ムンジェインさん、26-12。逆賊独裁者キム・ジョンウンのどの冷水準がこれ、わらわら、25-3。あれはレッドカードじゃない、ああいうものと軽民族を一緒にするな、24-0。はい、ということでね、同じ民族の警告さんもですね、ちょっと嫌ってますけれども、はい、じゃあですね、こちらに対してチャットの反応見ていきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。どうですか皆さん。北の男子サッカー選手みんな頬がこけてえらが、わら、命かかってんだからしゃあない、わら、しゃあなくはないな。帰ったら粛清されますから、お前ら高等無形以外フレーズないのか、わらわら。驚くべきことって、あの香港にかけてるんですね。はい、香港がこう下馬評を覆す、こう、甲子合をしたと。
言うことですよね。ラフプレイ多すぎと聞いた。あー、なんかね、あの川淵さんが怒ってましたね。こんなのレッドカードでしょ。やっぱなんだかんだ言っても北も南も同じやな。抗議はわかるが、なんでスタッフが威嚇されるんや。金メダルだったらマンションがもらえるとか得点があるんか。南の皆さんとやってることは一緒ですよ。いや、普通に将軍様が送り込んだ応援団じゃね。北も渓谷の同族なんだと思っただけ、渓谷とそっくりだったよ。 C 国はやっぱ北応援するのか。まあそりゃそうだよな。レッドカードだろう。野蛮人全員レッドカードいいだろ、わら。動物園何のついでに手が出るの。その手をへし折ってやれ。スタッフをとついたんだからレッドでよかろうよ。お前のものは俺のもの、同じ民族じゃん。ああ、そういう意味合いなのかな。なんで日本のドリンクを取ったのかね。よくわかんない。大丈夫、統一しても全くわからないと思うよ。スポーツドリンクが珍しかったのか。これうめえって感じ。こうでもしないと帰ってから言い訳できないもんね、わら。相手チームから水よこせにだって。北は自分のスタッフから水すらもらえないのかよ。なんか哀れだな。二軍に向きなるなよ、かっこ笑い。はい、というね、意見でございました。皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。